屋根してたっていうことは事故の原因というと屋根から落ちた。ネガティブに考えて落ちることとかは全くなかった。まあやっぱり我々そういう話とぶつかる時にいつも出るのが、まあ、安楽死っていうのは聞いたことあると思うし、うん、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、本日2024年7月12日で怪我してから6年経ちまして7年目になります。はい、イエーイということで、まあ毎年恒例この時にその当時のことを振り返ったりしているので、まあ、今日はゲストで通販をまたテレビ電話でつないで通販からいろいろ質問していただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。です、よろしくお願いします。それではインタビューを始めようかなと思うねんけど、はい、いやー、まこさんも丸6年というところで7年目に入ってます。はい、おめでとうございますっていうのも変かもしれんけど、でも小学校卒業だから、いやー、ついに中学生になりますか。そう、ランドセル卒業した。この業界ではほぼほぼ大御所ですけどね。つらい。ペーペーのままでいたかったのに。いやね、ペーペーって言ってるから楽やもんな。うん、本当に。で、まあ、6年前に、まあ、事故したっていうことやねんけど、うん、その時は、お仕事か何かですよね。何されてたんですか。かやぶき屋根、この後ろにあるかやぶき屋根の吹き替えをする人をやってた。新しく変える人。そう、そうそう、変える人。屋根してたっていうことは事故の原因というと屋根から落ちた。おお、落ちた瞬間の話を、うん、まこちゃんの昔の動画でちょこちょこ見たりするんですけど、うん、救急車呼ぶまでに自撮りを撮ったと、うん、これは盛られてる話ではなくて本物ですか。そんなことある。そうそう、去年のこの5年経ちましたよ動画で初めて写真を公開したので、その自撮りした写真見た。もう一生に一度しかない姿だなって思ったから、その時にだからいつか使えるだろうって思ったの。なんかそのいつか使えるためにあった方が自分にとってプラスだなって思って撮った。それはほんまに心の底からそう思ってた。もう思った、なんか使えるかもみたいな。なんかほらよくそういう衝撃映像とかあるじゃん、テレビで。うんうんうん、その瞬間が撮れてることが結構奇跡みたいな、うんうんうん、それでよりみんながうわーこんなことあったんだみたいなのがあるじゃん、それを私も残しておきたかったんです。いや、そのもちろんその考え理屈は全然わかんないけど、その落ちた瞬間に、うん、その考えのまま折れるかっていうどうかの話で、だって何もすることなかったしさ。することないのはわかる。することないのはわかるけど、あの足が動かんくなってすることないから、じゃあとりあえずしゃべるかっていうのはなかなか思いつかんよな。私なんか自分で写真撮って、あ、自分今この体勢なんだっていうのは初めて知った。客観的にそう見れて、ね、マジで本当に動画、なんで動画、やっぱその時動画撮る癖ってなかったから動画撮んなかったんだよね。ちょっと前でね、ちょっと前やから。ずっと回しておけばよかったと思うもん。でもその時って実際、うん、その落ちた瞬間でまだ分からへんから、うん、まあ、パニックじゃないけど、バババってこう考えるのをシャットアウトされて、うん、結局病院行ってなんかされたら治るんじゃないかってその瞬間は思ってた。いや、でも遠い記憶だからだけど、いやでもそんな別に思ってないかもしんない。完璧に、いや大したことないやつでしょみたいな感じには多分思ってない。なんかあるよねって思ってた。手術入る前に主治医の誰々です、よろしくお願いしますってここに来てくれたのよ、寝てるここにね、今から手術入りますよって。でその時になんか聞きたいことありますかって言われて、だからそのよぎってるから私の中で何かがあるって、はい、だからそのよくドラマであるためってあるじゃん、いつこの人に歩けないって言おうかっていう、その家族とのミーティングみたいなのがバーって浮かんだわけ、あのドラマのシーンが。なるほど、なるほど。だからなんとなく察してるんで何でも言ってもらっていいですよって言って、本当にこんな感じで言って手術入って、だから
本当にみんなってどれくらいで言われてんのかわかんないけど、親マジですぐに ICU1 日いたかいないかくらいしかいなかったのね。この胸のところの骨折しかなかったから、うん、頭も打ってないし、他に擦り傷みたいなのほとんどなかったから、うんうんうん、本当にただ背骨だけの治療を終えるだけでよかったのよ、ね、ですぐ病棟に行って、でその夜多分先生がいろんな自分の仕事終わってお家に来れる時間になった時に、夕方くらいに脊髄損傷っていう怪我でねっていう話をしてもらって、ああなるほどなるほどみたいな感じ。でもその瞬間に、まあ基本的には今の医学では治らないっていうことが分かって、うんうん、やっぱり今も明るいキャラクターと行動力がまこちゃんすごい有利だと思うんですけど、うん、実際にその現実を知ったことによって、うん、ネガティブに考えて落ちることとかは全くなかった。世の中の一般的な人が考えるほどの落ち込みはなかったと思う。そういう含み的な言い回しをするってことは、自分の中では結構やっぱり考えるところはあった。なんか自分っていうよりは周りに申し訳ないなって感じ。それこそ お父さんとかが近くにいてたのもあったから、あお父さんが悲しむだろうなみたいな、お父さんが自分のせいだなって思うだろうなっていうことが一番あれだったし、あとおばあちゃんがその当時生きてたから、おばあちゃんも悲しむだろうなって、おばあちゃん足腰悪くておばあちゃんをおんぶして畑に連れてってたりしてた時もあったから、なんかそういうのができなくなるっていうのは悲しいな辛いなって思ってたけど、それで泣くってことはなかった。なんかホロリーみたいなのあったかもしれないけど、すごいずっと泣きじゃくって泣きじゃくって、ご飯も食べれない、誰とも話したくないっていうことはなくて、まあ1週間その後髄液が減っちゃったから具合が悪くて、もう頭が痛いし、もう常に吐き気がするから、それを考えてる時間1週間くらいはなかったのよ。1週間後改めてそういう一人の時間とかいっぱいある中でも、毎日美味しくご飯食べてたし、毎日なんかその検索したり、なんか早くお風呂入りたいなとか、金髪だったから、この金髪すごい傷んでるの超悲しいんだけどみたいな感じのテンションではあった。でもやっぱみんながその当時別コロナでもないからさ、日中誰かしら看護師さんとかと触れ合う時間があって、みんなが落ちる時間って多分夜とか消灯の後とか長い時とかが多分落ち込む時間タイムみたいなのが多分あると思うんだよね。いやそういう時はインスタとか見てて、この服かわいいなとか、やっぱずっとヒール履いてる人だったから、ヒール履いてこうカツカツ歩けてる人かっこいいなとか、別嫌いじゃないけど好きでもない友達の友達が楽しそうにしてるインスタとかを見て、なんかこの人より私なんかもう劣ってんのかなって思ってたことはあった。なんか変な話、この人より私はいい飼ってる暮らしをしてると思ってたのに、車椅子になったことによりあんまり好きじゃないような人よりも劣った人になったのかなとか、うん、そういうのは思ってたよ。少なからずその変わった状況を変わってない人らと比べたり、うん、そう比べてた。その家族の話はめちゃめちゃわかるような、うちもそうだったので、自分だけの話じゃないっていうところは結構大きい、うん、その流れで聞きたかったのが、まあ、家族や周りの反応はっていうところがけど、お母さんは別に普通ケラカンと知るって言ったらだけど、別になんかそのずっと泣くとかそういうのもなくて、本当に両親が泣いてたのは甥が手術入る直前そこで会ってみたいな感じで、おばあとかも話を聞くとやっぱずっともう お父さんとおばあさんが家の中でも暗い状態になっちゃって、もうずっとお通夜状態だったと。だから、見れない、来て会うことができない、辛くてっていう状況だったらしい。でもなお母がもうずっと来てるみたいな感じだったね。でも普通に喋って、親戚のおじちゃんとかは
iPS 細胞とかのこの切り抜き、はいはいはい、医科大の治験のやつとかかな、そういうのいろいろ探して持ってきてくれてとかっていうのはあったけど、やっぱり老いが普通だったから周りがこう悲しむっていうのもなかったし、ちょうどお盆の時期に入る時に入院してるから、やっぱみんな帰ってくるわけよ、仲いい子とかが。でお見舞い行くってなった時とかも、でも泣く人は来ないでくださいって言ってたのし、すごい。そう、お見舞いに来てなんか泣いてなんか悲しい雰囲気出す人はもう来ないでくださいって言って、泣かないので行きますっていうので来てくれ来てくれたりしたかな。すごいな、最初からシャットアウトと。結構早めにインスタにも上げたしね、その当時落ちましたって、はいはい、入院生活始まった。そんな、なんかあの話を聞いてる中ではそこまでこう一般的に食らうようなほどマインド食らってないまこちゃんが、入院中はそれでもこれは苦しかったみたいなんてある？おいでかな。いや結構本当に入院生活も楽しく過ごしてたのよ。できる時からも車椅子乗るようにしてとか。でもやっぱりそのトイレが絶対横漏れしたりとか、そんなにその時はうんち漏らすってことはまあ何回かはあったけど、やっぱ寝てる時にうんち漏らしてるのに気がついて、匂いで気がついて、でも看護師さんを呼ぶのが申し訳なくて、何時間に1回回ってくるじゃん。だからその時まで別に待てばいいやとか思ってた、ずっと。おー、わかります。急性期の時はでも暇だったんだよね、本当に。 Wi-Fi 無料じゃなくてさ、病院が、ほう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 、サブスクのやつとかもそんなになかったから、6年前やもんね。暇って基本そういう状況の時ってマイナスなことを考えやすいので、暇だったのが辛かった気がする。そんな中で入院を乗り切るためのアドバイス、いやー、コロナじゃなかったらっていうのがあったんだよ。なんかコロナをきっかけに人との関わりがすごい薄くなっちゃったから、入院中も外に出ちゃダメとかもあるじゃん、病室の外みたいな。今もそれがちょっと引っ張ってる病院もまだまだいっぱいあるから、難しいんだけど、でもおいは本当に人と喋ることが大事だと思ってたの。まあ、急性期の時は同じ状態の人たち周りにいなかったから、看護師さんじゃなくて看護師さんをサポートする看護師さんみたいな人が、循環さんみたいな、うん、がいてたから、なんかで若い子とかいてたから、なんかいっぱいお話し相手なってもらったりしてたし、電話していいよって言われたから病室の中で、そんなので気軽に動けなかったからね、まだ、まあ、回復期 でも病室にほとんどいない、なんかそのコミュニティールームみたいなところでみんなでずっとボードゲームとかジェンガとかダメですよって言われるまでやってたし、その病室で一人で黙ってるっていうことが一番良くないと思う、うん、だよね、なるほどなるほど。病室で一人で黙ってる環境をこう いかに意識して回避できるか、そう、それができていい空間なんだったらそうしてた方がいい、それができないんだったらやっぱ携帯使って誰かとこうコミュニティ取るでもいいけど、でやっぱ声を出してほしいんだよね。メモでこうやって打ってんのと同じことを声に出して言ってるのとは多分こう違うと思うんだよね。だから自分が思ってることとか悩みとか、まあ、ポジティブなことでもネガティブなことでも声に出して誰かに言うっていうことをした方が多分気が紛れる。もう間違いない、素晴らしいアドバイス。こう実際問題ちょっと難しい話をすると、そういう体が動かなくなったことで、うん、これまでと生活人生が変わります、うん、でもこうやってこう持ち直せる人もいれば、うん、やっぱり持ち直せないまま、うん、まあ、最終的にはそれをずっと引きずって、うん、まあ、そのまま亡くなってしまったりとか、うん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 、自殺してしまったりっていうのが現実的にある中で、うん、まあ、やっぱり我々そういう話とぶつかる時にいつも出るのが、まあ、安楽死っていうのは聞いたことあると思うし、あんまりこう動画とかこういうアーカイブが残る媒体では言いにくいと思うねんけど、もしその安楽死について
まこちゃんの考えがあればと思ってちょっと掘り下げたいんだけど、この話を聞いてもいい？俺は安楽死賛成派の人だから、もっとそういうのが日本で進んでくれたらいいなって思う。なんで賛成と思うかっていうような理由ってあったりします？やっぱ辛いのって本人だから、すごい良くない言い方だけど、生きててほしいっていうその言葉は、その他人のエゴじゃないけど、自分の辛さは自分にしか分かんないわけじゃん、うん、それが周りが死んでほしくない、周りが一緒にいてほしいから一緒にいよう頑張ろうは違うと思うんだよ、うん、だからその安楽死賛成派だけど、じゃあすぐ怪我したからそれを選んでいいかっていうことではなくて、だからそのそうなってほしくないから、車椅子でこういうことできます、ああいうことできますよ、できる人生ですよっていうふうには伝えてるけど、うん、頑張って頑張って自分でもそこを目指したいと思って行動したけど、それでもやっぱり心がどうしても追いつけなかったっていう時の選択肢として、それで自殺するんだったら、そうじゃなくて安楽死っていうものを選んで安楽死をするから、逆にそこに最終点を設けて出るからこそ、ちょっとじゃあ無茶して好きなことして、これ頑張りすぎてるかもしれないけど、頑張りすぎた上で、あ、もう一旦車椅子の人生じゃないけど、この障害がある人生を終えてみようっていう考えはいいよって思ってるの。頑張った結果それでも無理だったっていう選択肢としてあってほしいっていう感じ。なるほどなるほど。例えばがんになって余命がありますみたいな、でもがん治療している中で抗がん剤とかがんの影響で性格が変わっちゃうっていう話とかもよく聞くの。優しかったお母さんがすごい切れるようになりましたとか、自分もやっぱりどうしてもずっと介護し続けて疲れが溜まって当たっちゃいますとか、昔はあんなに楽しかったのに、あんなに優しいお母さんだったのに、でそれで最後亡くなっちゃったら、最新の記憶がどうしても頭に残るから、結果嫌だった記憶が強いっていうことになるのってお互い良くないくないって私は思うわけ。だったらお互いが楽しかったねで終われる選択肢、ありがとうで終われる選択肢があってもいいっていう感じ。なるほど、うん、それまあ家族の話がちょっと出たからあれなんやけど、うん、例えばそれがまこちゃんの偉人とか家族の方が安楽死を望んだとしても、うん、ぶれることなくそう思う、うん、その本人がいやもう全うしましたと、このいろんな自分の体の状態を得て自分は全うしたって思えばいいと思う。だから私はおばあちゃんがそうだったっていうか、安楽死したわけじゃないけど、おばあちゃんがもう90何歳になってもう心臓の弁がもう弱っていつ死んでもおかしくないっていう状態になったの、コロナの時、で入院しましたと。で本当にいつどうなるか分かんないけど、親は福岡と行ったり来たりしてたのもあったから、病室に今コロナだしより行けないのよ、会えないってなって、いやそれは嫌じゃん、だから本当に最後一回会わせてほしいって病院にお願いして会えたのよ。でその時に絵本も完成したから、絵本もおばあちゃんに渡して、あのもうこれが最後になるかもしれないからねって言って、もうコロナで会いに来れないし、おばあもういつどうなるか分かんないから、まずこの絵本を抱きしめながら最後を迎えてくれって、で楽しかったねイエーイみたいな感じで写真も撮って、ありがとうねじゃあねってお別れしたの。それが最後になってもいいって思ったから、そのおばあとの笑顔イエーイワーイが最高の終わり方だって私は思ったわけよ。退院してきて、あれ退院してきたって思ったけど思ったけど、そうでもやっぱりでももう弱ってるから、もうじゃあ病院にはもう行かないことにしようと、もうお家で薬飲みながらだけど、もう老衰よ、もう最近老衰だから、最後はおばあは家にいたわけ。食
リーがない終わり方、おばあさんの時間が、なんかすごい嫌だなとか、最後言い残したことあったなとか、なんかそういうのもない中で終われた時間が、その死を迎える人と見とる人で、いい関係だったなって私は思ったわけ。素晴らしい。救いなく今を生きるっていうところが一つ、どういう状況にあるにしろ重要なことかもしれないですね。うん、そうなの。掘れば掘るほどちょっと穴も出たりとか、あれないけど、いや、人間が一生考え続けなんか問題ではあるよね。ほぼほぼ終わりまで来たので、はい、どうですか最近イベントの告知は。絵本のクラウドファンディングをやってます。やばい、急に告知振るから手元に絵本ないけど、絵本自分で作った絵本のクラウドファンディングをやってるので、印刷代を皆さんからご協力いただけたらなと思います。で、その印刷した本は各学校さんとかに配ってるので、その車椅子ってこの高齢者じゃなくてって、怪我した人じゃなくてっていうイメージをやっぱ子どもたちからこう植え付けさせたいから、ご協力いただきたいなと思います。お世辞抜きでめちゃめちゃいいと思って、嬉しい。いや、うち子供が絵本を読む年齢なんで、うん、ハラペコアオムシとか、うんうんうん、ハリーポッターとかいろいろあるけど、うん、そんなん見てまだ子供やからこんな世界があんねやっていうのを認識する、うん、そう、そう、それの一つで、あ、車椅子でも飛行機乗ったり電車乗ったりいろんなとこ行って楽しんでんねやっていう認識から入ると、これ多分世界が変わると思ってて、その子供の買って読んでくれてる人、お子さんがいるご家族は、子供がいつも読んで読んでって持ってきてくれるんだって。怪我したんでしょ、でもいろんなことやってるねみたいな会話をしてくれてるらしくて、めっちゃ嬉しいみたいな。英語もあるから、英語で教えてる人、個人で教室持ってる人はその英語の本使って読み聞かせとかしてくれてるらしい。前提としてやっぱりこうかわいそうとかマイナスの先入観がないまま車椅子と触れ合ってもらえるっていうのは多分すごいことで、うん、そこを根本から変えれるなと思った本やったから、これは本当にすごいと思った。いや、本当に素晴らしい本なので、よろしくお願いします。その他大丈夫ですか。9月8日の日曜日は初めて徳島県徳島市で講演会をします。四国にやってきます。ツーハーがスペシャルゲストでスペシャルゲストでツーハーとのトークがあって、はい、でみんなと交流できる時間もちょっとこう設けてやりたいと思ってます。本当に普段あまりない近い距離でまこちゃんの講演聞いたりとか、終わった後の触れ合いとかは本当にアットホームな感じでできると思うので、うん、ぜひぜひこれを機会に悩んでる人はぜひ買ってもらえればと思います。概要欄に URL あります。よろしくお願いします。お願いします、はい、最後、ファンや見てくれてる方に向けて締めの言葉があればぜひ。ないよそんなの。ないの。そんななんか決まり文句ないの。決まり文句、こんなドライな私だけど好きになってるじゃないこんなドライでサバサバしてる私だけどぜひもっとファンになってください。もっとファンになってくださいよろしくお願いします。皆さん推し活してくださいということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました